ラスムス・クリストファー・エルムは、スウェーデン・カルマル市出身の元サッカー選手。元スウェーデン代表。現役時代のポジションは MF。元スウェーデン代表監督のラーシュラー・ゲルベックは、エルムを、スウェーデンにおいて、ズラカン・イブラヒモビッチ以来最大のタレントと、称賛している。少年時代は、ジョパース・フォース・イフト・エンマボダ・イズでプレーし、2005年1月に、カルマル FF と契約を結んだ。 カルマル FF で4シーズン半プレーし96試合に出場して18得点を挙げた。2009年8月27日、オランダエルディビジの AG アルクマールと4年契約を結んだ。9月12日、アドデンハーグ戦でデビューを果たした。2009から10シーズンと2010から11シーズンは負傷と病気などが重なったが、2011から12シーズンに 本来の調子を取り戻した。2012年7月、PFC チェスカモスクワに移籍。2015年1月3日、新国内の病のため、チェスカモスクワと契約解除、した。U-19 スウェーデン代表ではキャプテンを務め、2007年8月に U-21 スウェーデン代表デビューした。2009年にスウェーデン代表デビューし、 同年2月11日、オーストリア代表との親善試合で、初ゴールを記録した。3人兄弟の末っ子で、長兄はかつて、フラム FC に所属していた、ダビド・エルム。実兄は、ラスムスと同じスウェーデン代表としても活躍している、ビクトル・エルム。ありがとうございます。